皆さんこんこにちは2020年ここが出た満館本試験回答速報ということで本日2020年11月29日ですが実施されたマンション管理士の本試験について、まあ、概要と傾向それからまあ少しのね分析お話ししたいと思いますのでよろししくお願いしますす担当はレック人講師亀田ですよろしくお願いします。 私亀田が担当するのはですね、えーまあ、主にあの建築設備それから会計の分野ですね具体的な番号としては、えー、と問い番号でいうと20番本日実施の20番から24番までのいわゆる建築設備系の法令ですねそれから、えー、少しまたね例によって飛んで問いの34番5番の会計ですね それから三十六番から四十五番まで十問あるまあいわゆる建築設備の知識の問題、えー、こういったところを解説させていただきますまあまずは皆さんお疲れ様でしたね、えー、ですはい、えー、まあとにかく早くまあ回答とということなんですけれども回答自体はレクのホームページにねえがっておりますのでそちらね参考にしていただければとそれとなんといっても何点ぐらいが、えー、合格推定になるかっていうところなんですがまあ今現在試験終わったところなので何とも 読めないところではありますが、えー、私が担当する建築設備およびですね会計は。 例年に比べると比較的簡単というよりも取りやすかったですかね点数がですねえ過去問でズバリズバリの問題も結構あったのとそれからえとほぼほぼ常識感覚でこれしかないだろうおかしいのはっていうものとかそれからまあ過去問やってればある程度推測つくものもねあったりしましたのでまあその辺で大体回答ができてそうですねえ最初の,あの建築設備系の法令が5問あって ところですねこれはまず落とせないところでしょうかねで会計の2問ともこれもまた落とせませんで問いの36番から45番までの、えー、と10問はここも落として2問ぐらいかなっていうところなので、えー、私が担当する17問の中ではですね、えー、まあ 珍しくまあそれを考えると担当する分野だけだすると、えー、比較的優しいんですが、えー、少し見たところ、まあ、法令系がかなり難しかったという声もあったりしたので全体的には、まあ、昨年、えー、と変わらないかまあちょっと下がるのかな思います。 っていう感じですね、えー、この点に関してはまだデータもないのでね、えー、少し待っていただければと思います。で、えーまあ、今回はその建築設備系の法令それから知識とともにね、えー、どういう形で取材されかったかというところをね見ていきたいのでよろしくお願いします。はい、ではですねまずえと問いの20番から始まる建築設備系の法令ですね。まあ、例によって都市計画法建築基準法それから水道法それから消防法とここもほぼ変わりないですね。それから24番目 としてまあ共同住宅の防犯上の留意事項というところがありました、えー、過去問で出ているところがほとんどであったりするところですねそれから防犯の知識はちょっと、えー、まあ常識感覚でねよく読めば防犯上で中身が見えないとおかしいだろうっていうツッコミ入るのでねその辺でしたはいざっとだけですがポイントですがまず問いの20番の都市計画法 結構細かい知識を聞いているんですけれども、えー、回答とした足の3番目ですね、えー、第2種低層住居専用地域においては、さすがに特例用積任という適用軸、これは定めることはできませんと。まあ、過去にも、ねえー、これが、えー できないっていうことで取材されて、今回できるというので誤っているということで正解足ということとなりますかね。はい、えー、まあ正誤の違いとしてはあったんですけど、過去にもね、えー、ズバリズバリ出ているところ。ただ考えたら特例容積率適用地区、容積率を活用していくので、もともと第一種や第二種の低層住居って、えー、これは高さの制限あるから、えー、容積率にもちょっと無理が出てくるだろうっていうところで推測は立つところでしょうかね。はい、えー、でした。まあただ過去もやったら絶対落とせないところ。 ですねで一方21番の建築基準法、えー、に関してはこれも正解正しいものはどれか、えー、4番目ですね、えー、確か、えー、非常用の昇降機3 1ルを超える場合には、えー、これ設置が必要ということになりますが例外が結構あってその中の1つですね、えー 31メートルを超える部分が機械室などね、えー、あるいは階段室のように供している場合は、そこに人がいることが前提としてありませんのでね、えー、これはまあ例外的に設ける必要はないというところですね。はい、まあ、これも非常に過去でもね、えー、これ複数聞かれているところだったとは思います。はい、それから 20… 2番水道法まあ例年、ね、これ難しいのがずっと続いてたんですけどまあ中身は結構細かいんですがやや常識的な感覚でね異常を認められた場合に翌日改めて検査を行うってそんな悠長なこと言ってられますかっていうところで、ねえー、それで結構ですおかしいですね、えー、足の2番目がまあこれ誤ってるでしょうね。 はい問の23番これは消防法ですで若干引っ掛けは渋いんですけどポイントは防火管理者と、えー、いわゆるその建物自体の管理責任者ね、えー、この管理権限者これの違いでしょうね。足の3番目はですね、えー、この管理自体は防火管理者じゃなくて、えー、いわゆる管理権限者ね、えー、これが行うべきものだろうというところで管理しなければならないというのでその主語の入れ替え。まあ、ただこれは ちょっと細かいんですけれどもよく主語をね確認して読んでいくとやっぱりねこれはわかるところかなという気はしました。はい、問いでのね。これ防犯の、まあ、いわゆる指針などからの問題ですけれども、まあ、あの例年だとねあ,のある箇所明るさ箇所の最低照度、まあ、明るさの問題が出てくるんですがちょっと中身を聞いてきた問題でしょうかね。 えーまあ、ところでです、えー、防犯の中からですね確かにロートロックをまあ導入してですね外部から建物内部が見えないようにすることが大切かいやこのプライベートっていうんだったら話は別ですけど今回も防犯上の指針なので「そらおかしいだろう」というツッコミはこれもちろん入るはずですでこれもやはりね、あのーまあ、各足というよりも節例何方か何,の何からの出題かっていうところからするとね、えー、適切ではないものとして足の一番選べたかなっていう気 気はしますねはい、えー、この問いの20から24はこれは1問も落とせないもんだとは思ってくださいはいで問いの34番35番会計なんですがまあこれまた非常に優しいところでしょうね、えー、問いの34番は仕分けそのもので、えー、何のひねりもないですただ4つ仕分けしなきゃいけないので、えー、時間がかかってたどり着いて一番 最後のね足の4番目ですから、えー、123、えー、ちょっとええというふうなところはあるものの、まあ、足の4番目が非常に明快なのでね未、えー、払いになってたものを、まあ、払ったという仕訳とそれからその期に行った、ねえー、これ修繕これを払ったというこれ足しなにすればいいだけなので何のひねりもないね、えー、これは仕訳の問題でした。ただし、まあ、例年年思うここことなんですがここ数年は 満館の会計は、まあえー、計算書類というよりもね、えー、この、えー、仕分けそのものが出題されておりますで比較的ここでミスが起こったりしてますのでねここ絶対落とせなかったのがこの問いのね、えー、34番でしたはい35番もですねこれは、えー、対借対照表と趣旨報告書ね、えー、これの,あの関連性聞いているような問題ですが正解足になっているところですね、えー、これほぼほぼ 未払金の額が前年度よりも、まあえー、4万円減少してます。未払金が減少してるっていうことは絶対金払ってますよね。なのに現金預金、えー、増加したのが要因って。 えー、こんなもん、ね、あの借金払って現金預金がどうかってなったらいくらでも払いますっていうツッコミ入りますけどねこれまあよく読んで明らかにおかしいだろうっていうツッコミ入ってこれまあ計算書類の関係性じゃなくて、えーまあ、ちょっと文言的にね、えー、これおかしいだろうっていうツッコミ。 と思います、あのーまあ、この辺が頭でやると、ね、失敗するところではありますが、えーまあえー、未払い金が減ったということは絶対金払ってます、えー、ということなので、えー、そういつ現金預金が、まあ、増えたのが、えー、一因であるとなバカな話なかろうというツッコミで、ね、入るかとは思いました。はいえーですね、であとは 問いの36番から、えー、のまあ純念たる建築や知識も説明、えーまあの知識ですが、まあ、過去問でズバリズバリね、えー、例えばです、えーとまあ、例によって数字なんですが問いの43番のね、えー、確かあの水槽の容量ですね一日使用量の容量ですが。 あのいわゆる樹水槽に関しては、えー、半分の2分の1なんですけれども上の方についている高地水槽はこれ10分の1で、えー、違いますというところですねまあこういう、まあ、あの典型的というよりもベタベタなね、えーまあ、問題であったりそれから少し推測すれば大丈夫かなっていうような問題ね、えー、例えば問いの45番ですかね。 これはまあ換気設備の話なんですけれども確か機械換気方式って第1種第2種第3種とあってで第1種は吸気も排気も機械で第2種の方は吸気だけね第3種は確か排気だけ機械というところですねところでこう書いてあるのが足の2番目なんですね。えー、2番目熱交換型換型気線は 室内から排気する空気の熱を回収し屋外から吸気する空気を熱に伝えることで熱損失を少なすさせてここまでの表現「は」が残ったってなるんですが最後の言い回しが「第2種機械換気設備である」「第2種」とあったらこれは数砲だけ機械でそしてそうなってきた時にいやあのー。 室内から排気する空気の熱を回収しってあるのであこれどう開いても、えー、と排気すする方法機械ですよねそうすると少なくとも絶対2種じゃないよねっていうふうにね、えー、2種だったら数方だけが機械になりますので、えー、そうなってくると2種じゃおかしいだろうっていうことでこれやはり第1種第2種の第3種のその正確な場合分けができていればほぼほぼ推測的に 解けるというようよな問題でしたね、えーですまあ、確かに一ひねり二ひねりはあるんですけれども、まあ、ちゃんと基本知識さえあればこれはですね、えーまあ、回答ははここれでできるとといううろでしょうかね、はい、それから、まあ、行ったり来たりで申し訳ないんですけれども、まあ、ここは典型的にもうすぐですねあの建築基準法の定義の問題でしょうけどね問いの40万なんかはマンションの行動に関する記述で適切ではないものね。 はい、ズバリ足の一番目ですが、建築基準法の定義ですね。建築基準法によれば、建築物の基礎及び基礎杭は主要構造部に含まれる。 あるんですが、えー、基礎とか基礎と言って何でしたっけね。あのこれは構造体力上主要な部分って言うんだったら話は別ですけれども、主要構造部ね、えー、これにはもちろん入っておりませんというところですね。えー、です。まあ、これもあの建築基準法そのものの定義としてね、まあ、聞かれることが上等手段なので、まあ、こういうところもまあ過去問そのものでしょうかね。えー、それから、えー、っとそうですね。これもまあ。 常識的なな感覚で解けるかなっていう問題ね、えー、これはもうあの知識じゃないですね、えー、問いの39番なんかはこれマンションの大規模修繕工事における建築請負い工事に関する記述というふうにありますが契約は誰と誰契約するかっていうと工事会社と組合に決まってます。なのに、えー 機関事務を管理会社に委託している場合は、えー、管理会社と施工会社、まあ、管理会社あの管理はするしたとしても契約自体は行わんだろうというツッコミの文言を呼べば、ねえー、これも常識感覚で解けるような問題こういうものも確かにありました。でここの辺を、まあ 深読みしないこ,と、まあ、これが一つポイントだったでしょうかね。と、えー、いうところです。はい でまあ、そのほかに関しても、まあ、比較的解きやすい問題、まあ、こういうのもありましたかね問いの42番ね、えー、これもまあやや常識といえば常識なんですけれども、まあまあ、マンションの形式、まあえーまあ、どういう、えー、近年のマンションがどういう、まあ、改修なども踏まえて、ねえー、もう再生も踏まえてどういう、まあ、手法による計画がなされているかというところですが。 えー、まあ専門用語が出てきてねスケルトンウィンヒルとかそれから、えー、コンバーションとかいう風に出てきますがやはり英語推測しましょうよ。コンバーションこれ変えることでしょう、まあ、野球好きの人なんかはね、えー、よくあの野手の人がね三塁から概要にコンバートされた絶対交換ですよ。それがですね、えー、性能 えー、工場を目的に回収ってこれまたちょっとねついつが合わないっていうところでですね、えー、野球好きの人は絶対答えれるかなっていう感じはしますかね、えー、これはおかしいだろうってコンバーションでは多分ですよ、えー、用途自体を変えてしまうんでしょうねまあおそらくオフィスビルなんかを、まあ、マンションに変えたりその反対とかね、えー、まあということなんで、まあ、この辺がまあ 明らかに適切ではないかなっていうところで、まあ,あの日常生活的な常識感覚で解けるような問題も合わせました、えー、でしたねで。例年僕よく言うんですけれども、まあ、建築設備の問題が15問、えー、ありました。えー、で、まあだいたいあのー、15問あるうちに10問取ればいいかなっていう風に毎年言ってるんですが、マンション管理者ここ数ね比較的点数取りやすいんでね。 でさらに今年点数取りやすかったんですが例年だったらまあ過去問で5問それからそうですねえー、と明らかに常識感覚でずれてるっていうので誤りがっ、えー、いうのが2問か3問出てきてでこれでもうでに8問、ね、半分とあとは気合で2問ですので、まあ、大体それで10問ぐらい乗っかるだろうというパターンなんですが。 今年に限っては、えー、その15問の、まあえー、設備法令の問題それから建築設備そのものの知識の問題も踏まえて15問のうち過去問で半分取れるかな、えー、8問から9問ぐらいですねそれから過去問やってれば常識感覚でもう2点ですからもうその時点で112 11点取れるかな残ってる中で、えー、これはまあ人として常識的に回答できるだろうっていうのも1問2問あったりするので、まあ、今回どうしても ちょっとですね、えー、解けなかったかなというのは問いの44番の排水設備の問題ねちょっとこれ細かくって、えー、専門的すぎるところがありましたっていうところでしょうね。いうところでしょうね。それから、まあ、ちょっとやや、えー、解きにくかったあとなったとしてもああないかな。 うんっていう感じはしますあんまり聞かれないので問いの36番なんかはちょっと解きにくかったかなっていう感じですね。ですから理想としてはもう、えー、この、えー、15問のうちですね10問言ってたらちょっと話にならない法令系が難しかったのでね、えー、ですから話にならないので、えー、っと問いの20番から24番これはもう1問も落とせません。で問いの、えー、かかららそれから 45まででもまあ落として2問かおまけで3問許すかなっていうところですねですから、まあ、15問のうち12から3点ね、まあ、少なくとも。 取っておかななきゃいけないけところですねで会計に関しては孝敬、まあ、C も2問とも落とせないというところで、えー、ひょっとしたら今年はやっぱりねか簡単な分野からやっぱり差が出ますので、えーまあ、法令系はみんな難しかったのでそんなに差が出てきないと思いますので今回はまあこの建築設備ねそれから会計によってちょっとしたら合否が決まるのかなという感覚は、えー、実はありましたというところでした。はいまあ、あのー まあ一応発表している回答番号とまあ後ほど変わるケースもあるしそれからなかなか合格推定って言いにくいところがありますがま,あまずはまずは本日ねお疲れ様でしたそして官業の試験を迎えている方はねまあこれをまあステップに一週間後頑張っていただければと思います連帯通じてまあしつこいようですが建築設備及び会計に関してはまあここ数年簡単な流れが続いている それでね、以上にまあ点数は取りやすかったかなという感じでした。はい、えー、以上、えー、まあ私の方からは、えー、今回ね、えー、2020年11月29日に実施された満館の本試験から建築設備、えー、および会計の分野のまあ概要、それから、えー、傾向、そして、えー、まあちょっとした分析でした。お疲れ様でした。